宇部線。宇部線は、山口県山口市の新山口駅から、山口県宇部市の宇部駅に至る西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、幹線である。須尾灘に沿って敷かれ、宇部市の中心市街地を貫通する。宇部市中心部及び、山口市南部、旧アジス町を含むと山陽本線の宇部駅、新山口駅との旅客輸送が中心となっている。 他線への直通は、朝駅や下関駅など、宇部駅から西側方面のみであり、東側方面はすべて新山口駅が終着駅となっている。かつては、石炭輸送などの貨物輸送が盛んであり、沿線の工場などへの支線が数多く存在したが、主力であった宇部鉱山向けや、セントラルガラス宇部工場向け、2009年10月18日、 限りで廃止の石灰輸送は、宇部高山専用道路を使用したトラック輸送に切り替えられている、宇部高山、宇部高山と、鉄道貨物も参照。比較的早い時期に電化された路線の一つであるが、全線が単線で地盤が悪いこともあり、運行速度が遅く、宇部新川から新山口間では、宇部市営バスを利用する方が早く到着できる場合がある。 1970年代、利便性向上のため地盤改良による高速化や、上駅岩花駅間の伏線化、岩花駅東新川駅間の伏線、高架化が計画されていたほか、上駅上子駅間と上駅上新川駅間を、藤曲がり経由に改良し、上三崎駅上子駅間の路線を新設する構想もあったが、いずれも実現には至っていない。全区間を、 広島支社の山口地域鉄道部が管轄している路線図や駅刑事時刻表のシンボルで使用されているラインカラーは赤紫2015年5月25日現在の運行形態は次の通りワンマン運転を実施しており新山口駅宇部駅間一部は宇部新川駅で乗り換えのほか宇部三崎駅宇部新川駅宇部駅間の区間運転 宇部三崎駅より返しは平日、土曜日のみ、の列車もあり、おおむね1時間に1本が運転されている。また、一部の列車は、宇部駅から山陽本線に直通し、朝駅、下関駅発着で運転されている。すべて車掌乗務。なお、宇部新川駅から井、農駅間には、小野田線の列車が乗り入れており、上り1本のみ、宇部新川駅を越えて新山口駅まで直通している。 2002年、平成14年3月23日のダイヤ改正までは23時台まで列車が運行されていたが、以後は21.22時台で終電になっている。また、国鉄時代は日付を超える終電が設定されていた。かつては、おおむね月1回程度の割合で、線路保守点検のために中に列車を運休させることがあったが、現在は行われていない。なお、 運休時間帯は3時間半4時間ほど列車は運行されずバス代行もなかった。山陽本線、宇部朝間に宇部線から峰線に直通する貨物列車のための単線の貨物線があった時代は宇部線から山陽本線朝、下関方面や峰線に直通する旅客列車もこの貨物線を走行していた。2015年、平成27年現在、 宇部線に快速列車は設定されていないが、かつては以下の列車が運転されていた。貨物列車は宇部駅、宇部駅宇部三崎駅間で、峰線の重安駅と宇部三崎駅を結ぶ専用貨物列車が1日に往復、水曜日は1往復のみ、朝駅で編成が分割されるため峰線では1往復運行されていたが2009年1月18日、限りで廃止されている。 県引機は、デジュー系ディーゼル機関車で、貨車は、補機9500系、太平洋セメント車席。車体表示は、前身の小野田セメントの編成であった。現在はすべて電車となっており、下関総合車両所運用研修センターに、所属する105系及び、雲波123型が使用されている。雲波123型のみで運転する列車は長らく、 トイレがない状態だったが、2013年10月より一部の車両においてトイレが設置され、同年12月には両開き扉を有する雲葉123から5と雲葉123から6にもトイレが設置された。2015年5月現在、すべての車両にトイレが設置されている。国鉄となった当初は、上鉄道から承継した電車を使用し、戦後には、 他の買収施設から承継した電車、買収国電も転属して使用された。1950年代後半からこれらの買収国電に代わり雲波11系、雲波12系、区ハ16系、雲波40系、雲波41系、区ハ55系、雲波42系、雲波51型などの9系国電が導入され、1981年に105、 軽に置き換えられるまで使用された。またかつては、南福岡電車区に所属する415.421423系が、山陽本線を経由し、宇部線に乗り入れていた。国鉄分割民営化後、これらが、九州旅客鉄道の所属となってからも続けられたが、現在では廃止されている。下関所属の115系が乗り入れたこともあった。 また1970年代には、宇部線から峰線に直通する軌道車列車も運転されたことがあった。現在でも年に1から2回ほど臨時列車として、下関所属の115系が入線する。ほぼ全線にわたって、国道190号が並行しており、国道を走行する路線バスが運行されている。大ね宇部新川駅、よび、 金融房の上中央バス停を境に、東側は、上市交通局の、西側は、上市交通局、船木鉄道、三電交通のエリアとなっている。上線の方が、運賃は安いが、バスの方が、運行本数が多い。上市交通局は、新山口駅、上新川駅間、新山口線で、国道百九十号、香川駅前経由の普通便及び山口、 宇部道路経由の特急便を運行しおり、所要時間は普通便が72分から77分、特急が41分である。新幹線口宇部新川駅間。同区間の宇部線の所要時間は約50分であるため、特急便を利用すると、宇部線よりも所要時間が短くなる。1914年、大正3年に、宇部京便鉄道、後に、宇部鉄道と、解消によって、 宇部駅宇部新川駅間が開業し、その後1925年、大正14年に、宇部駅宇部新川駅を合理駅、現在の新山口駅間の全線開通した。宇部鉄道は、石炭などの重要物資の輸送路線として1943年、昭和18年に国有化され、宇部駅宇部新川駅を合理駅間が、宇部東線となった。その後、宇部線と解消。 宇部駅岩花駅間の経路が、藤曲り経由から伊能経由に変更された。なお、宇部新川駅は1943年から1964年まで、宇部駅を、その間山陽本線の宇部駅は、西宇部駅を名乗っていた。上記以外の駅は、無人駅である。宇部線内に、業務委託駅は存在しない。かつては伊、能駅が、業務委託駅だったが、 2002年に無人化された。またかつては、須尾鞘山駅、丸尾駅、床羽駅、総港駅、宇部三崎駅、東新川駅、琴芝駅が簡易宅駅だったが、草港駅は2011年に、須尾鞘山駅を除く、残りの駅も2012年に無人化された。ただし須藤佑駅は無人化の時期は不明。駅名、停留条名後の、内は、起点からの営業記録。 宇部線編入前、小野田線時代の旅客駅は省略。内は新山口駅起点の営業キロ、廃止区間の駅を除く。新山口駅宇部駅間は、山陽本線と宇部線の間に選択乗車の特例、旅客営業規則第157条があり、一方を経由する乗車券を持っていれば、他方の経路でも乗車できる。途中下車の禁止されていない乗車券であれば、 他方の経路上でも途中下車が可能である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。